文化資材とは、文化を支えるために供給される素材、材料のことで、文化財、文化的財と表現されることもあるが、それぞれ、文化財、文化的財と混同しかねず注意が必要となる。英語では、カルチュラルマテリアル。文化資源という言い方もあるが、この場合渦漏れている、素材未開発の材料のような意味も含み、さらなる講義として、文化資本がある。 原爆ドーム補修用材も、文化資材例えば古寺を修理、修復する際、建築部材や内装用の造作材などの木材あるいは屋根瓦や、茅葺きの茅は、文化資材の典型例だが、瓦の原材料である粘土や国とその元となる、金属ひいては鉄鋼石まで、文化に関わるものであれば、そのは広がり、解釈次第では無形である技術や技能を持つ人材も、含められる。 また、原爆ドームを補修した際に用いたエポキシ樹脂や、広島平和記念資料館のメンテナンスで使われている、清掃洗剤のような化学薬品は、近現代建築文化財を維持するため、さらに稼働遺産の運転操業に必要な機械部品や潤滑油、防錆剤なども、文化資材と言える。和食が無形文化遺産になったことで、食材や、その栽培地も、 文化資材とみなせるようになった。創造産業で表現方法の一つである映画の場合、撮影機材や俳優のみならず、ロケーション撮影の場所における景観が文化資材であり、それは都市の街並みであったり作られたセットであったりもする。国際連合教育科学文化機関では、文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止に関する条約と、 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定で、カルチュラルマテリアルを文化的資材と定義しているが、こちらは有形物と著作権の保護が主体となっている。歴史を遡って考慮すると、資源の枯渇によって衰退、滅亡した文化、文明は数多くあり、現在ある文化を存続させるために、文化資材の持続可能な利用が求められる。 善光寺用木材を育てる善光寺の森文化資材の保護、国内、木の文化である日本において木材は重要な存在であり、文化庁による古里る文化財の森や林野町の古事の森づくり構想など文化資材の育成事業もある。美術工芸品の中でも英語でジャパンと呼ばれる漆器は日本文化を代表するものであり、文化庁は 今後重要文化財の修繕に採取国産ウール氏を使用することを決めたが、同時に生産者の育成も行うことにした意義は深い。一方で、無形文化遺産である和紙は原材料の蝶の栽培や、紙すきに必要な用具のスノコの生産者が先細りで、あるなど、後継者不足が深刻な問題にもなっている中、無形文化遺産に山、矛、 屋台行事として提案された山揚げ祭りでは、出汁を組むのに必要な竹やほどむらしの原材料確保、及び生産加工技術の継承、そして演じ手となる子供歌舞伎の人材育成といった文化資源保護を地域ぐるみで取り組んでいる。文化資材の保護、国際文化資材の持続可能な利用のためユネスコや国際記念物遺跡会議は、 インテグレーテッドコンサーベーションデベロップメントプロジェクトを推進している。本来は自然環境や天然資源の保護と持続可能な活用が目的だが、転じて文化遺産とその背後にある文化資材にも及ぶようになった。また和食の食材や伝統野菜の保護に関しては、国連食料農業機関による世界重要農業遺産システムが有効性を 発揮しつつある。クジラヒゲは無形文化遺産である文楽の人形の操作に用いられるなどするが、国際的な捕鯨問題も関係してくる。東京ミッドタウンで出土、再生した江戸時代の石垣世界遺産では、申請制のなら文書により申請制が登録条件として求められ、その中には資材分野も含まれている。これは、 対象物が構築当初の資材のままで保たれていることに価値を乱すもので、石造文化圏ならではの視点と言える。復元に際してもベネツヤ検証において、アナスタイローシスといい現地に残された原材料を用いることを推奨している。アナスタイローシスの国内例木造文化の日本において埋蔵文化財として出土した木材を復元建造物に用いることは安全上。 建築基準法から認められない。しかしながら、例えば建造物の礎石を再利用することがある。東京ミッドタウンでは、開発前に行われた遺跡の発掘調査で出土した、もう年家上屋敷の石積みを再利用している。ありがとうございます。